FC岐阜勝手に応援チャンネル。誰だ誰だ登場。結構早めに出たね。いやー始まりました。はい、引き分けでございます。いやもうずっと足踏みな、もうずっともうこのその場その場ですよ。だからここ1ヶ月ぐらいずーっとサポーターもやもやですよ。でも次はね、まあなんとか勝ってほしいなってところですけど、うん、まあまあ何を言っても多分今もうサポーターの方々はもうとりあえず勝ってくれと。そうだよね。当初ということで、今回の、富山戦の見どころですね。はい、今回注目すべきポイントはこちらです。パクパクパクさん入れ食い状態。ありがとうございます。毎回言うけど俺別に何も褒めてないんで、あのいやえそうでした。あの今回ですね、パクさんのおかげで勝ち点1取ったようなものです。いやそうだよね。いや入れ食いじゃなくね、もうどん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 もう打たれて打たれて、はい、パクさん止めて止めて、うん、もうパクさんとの入れ食い状態ですよ。もうボールが入れ食い、ボールが入れ食い状態ですよ。もうパクさん対応、入れ食いって言うとすげえゴール入っちゃったみたいだからさ。いや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 、今回はパクさんのおかげでね。いやすごかったな、本当に。いやすごかったですよ。いや本当神がかりってこれっていう試合をね、うん、はい。でもパクさんが目立つ試合はね、まあそうだね、いらないんですよね。あのサッカーにおいてゴールキーパーが目立つって良くないから。そうだな、責められてるっていうことだもんね。ただパクさんの今回うまいぞと、今回パクさん実力あるぞってのはもう重々それは分かった試合だった。そうだね、この位置離されるだけで多分もう無理じゃねってなるし、うん、だからこれは今回パクさんの入れ食い状態、これがまあまあ今回のキーポイントだったなってなりますけど、うん、ただね、もっとできるでしょって思ってしまうんですよ。はいはい、なぜかと言ったら、はい、J3 というチーム、資金力にまあ差がある。なるほどね。上から下、うん、下のところはまだ選手はバイトしてる選手いますから。あ、そう、プロっていうところでやっててもアルバイトしないと、だから両立してる選手もいるわけですよ、うんうんうん、まあ、この間我々見に行った横浜ですよ、それ、うん、ね。だけど岐阜はプロ一本でやってるわけです、うん、そして資金力もあるわけですよ、はい、だ選手の質はいい選手は確保できるわけですよ、うんうん、でもそこにちゃんと補充はできてますかとかいろいろあるわけですよ。だからそこを踏まえて岐阜がこの順位ってのは、まあ、完全に負け慣れてるなと。お前前回から割ときついこと言うね。いやもう猶予ないから。もう2位までの猶予がないから、もう時間がないから、はい、残りもう数えるほどですよ、はい、これは本当に今年行けなかったら5年は行けない。おこれでもあるんですよ。落ちたチームが J リーグで降格したチーム、はい、まあ、J1 から J2、はい、J2 から J3、はい、降格したチームが1年での復帰ができなかった場合、2年目で復帰してるチームはほぼない。はい、データがあると。それはありますね。もう3年目以降じゃないと、あの復帰はできないんです。そうなんだ。はい。で、例えば J3 の場合、熊本、鳥取、うん、富山、さぬき、ここ、1年目逃して2年目で復帰してません。なるほどね。はい。ということで、やっぱり、1年で復帰できないと、まず厳しいと。なるほど。はい。で、なぜかって言ったら、そこアドバンテージがあるわけですよ。そうだよね。言った資金力。ああ、そっか。その次の年に響いちゃうのか。次の年はもう J3 の金額がバチッときますから。で、J2、今年、まあ、J3 の金額ね、割り振り当てられてますけど、助かってはスポンサーなんですよ。1年目はスポンサー、まだ頑張ってくれるんです。2年目以降はバンと離れますから。だから岐阜がそうならないためにはここで絶対勝たなきゃいけない。なるほど。絶対上がらなきゃいけないんだ。上
きゃいけないんだぞ。その通りですよ。いやだからね、怖いのよ。何が？私怖いの。なんだよ。僕は知りません。あなたが好きだけど怖いの。浅野温子状態です。当初で現在、はい、2位の長野と、5位の岐阜、勝ち点差が3です。はい、もし次の試合、長野熊本が負けて岐阜が勝てば勝ち点46で並びます。なるほど、はい、ということでこのパクさんの勝ち点1はでかい。なるほどね、はい、1回取り返せるところまでいけるの。そうなんですよ。なるほど、それだけに頑張らないといけない。だからもう、まあ、足踏み状態はもういらない。めっちゃ古いんだよ全部。全部。いやでもさ、攻撃陣も割といいシーンはあったと思うんだ。僕はいいシーンはあるさ。そりゃどのチームも1試合に何個かは。じゃあ入れなきゃ。結果がね。プロだからね。そう、そこはもうやっぱプロっていうところでやってる部分、良かったね。じゃあもうダメなところまで来てる今。結果を出すのがプロだ。そう。はい、よかったねーまで言っていいのは最初の10試合まで。なるほど。はい。それ以降、数字です。お前、今日はドライだね。いや、でもね、好きが言えよ。いや、そうよ。応援してるか言えよ。来年も危惧してるわけだから、見据えてのだもんね。当初。今回の MVP 行きたいと思います。はい。今回 MVP は誰だと思いますか？前回は当てたね。当たるよ。あれは。いやね、今回はまあそれで言ったらパクさんだけど、まあ、まあ、今までのね、こう流れから言ったらパクさんじゃないですよ。なんていうの？グローブ？キーパーにつけてる。うん。とかなんかさ、お前、俺が言ってから書き始めなかった？いやいや、そんな。お前、俺が言ったら、シャシャシャって聞こえたけど。で、何？あ、今書き終わりましたから。はい。書き終わりましたから。この時点で、もうじゃあ、グローブじゃないですよ。じゃあ、わかりました。当てるわ、当てるわ。はい。芝。パクソンさん、あんなに飛んで怪我しなかったのは芝のおかげで、今回の MVP は芝。さあ、今回の勝手に MVP は、CM の後。ないから。ついてないんだよ。俺のところにスポンサー。今回の勝手に MVP は、はい、カサマルステージです。毎試合毎試合ですね。はい、ホーム戦。ステージで試合始まる前に屋台、はい、屋台いっぱいあるじゃない、うん、そこと一緒にステージもあるじゃない、ね、楽しませていただいてるじゃない、はい、で今ですね、サッカー選手の中でもまたちょっとコロナがね、出始めてきてるわけですよ、うん、でいろいろ厳しくなってきてる、その中でも、この岐阜、まあ、屋台もそうですけど、こうやってステージをね、提供して くださってる、方々、本当にありがとうございますと。ありがとうございます。はい。で、より厳しくなっていくから、うん、決まりとかさ、密をね、作んないとか、うん。で、そこに対してやってくださってる方々、本当にもう、今年1年の MVP の活躍と言ってもいいぐらい。ああ、そう、年間 MVP ですか。年間、まだですけど、それは。現時点では。現時点では、もう、それでもいいぐらいじゃないかと、本当ゼムノビッチさんと並んでますよ。はい、上半期ゼムノビッチ。まあでも本当に、今コロナが増えてルヴァンカップ決勝が延期になりましたから。コロナが出て前週にね。なので本当に、これから見に行かれる方々も、はい、ちょっと見に行ってみようかなと思ってる方ももしかしたらね、うん、いると思いますけども、まあ予防だけね。そうだね。していただいて、はい、まあ、いろいろとこうしたことを守ってくださいなと思いますけど、うん、まあ、それは言うことを聞いていただいて、うん、はい、まあ、みんなで楽しめばと。そうだね、はい、はい、という思いで今回はちゃんとした理由です。ということで、今回は重なるステージです。はい、はい、ここでトリプル G とかも見れるんで、うん、はい、ぜひ見てみてください。そうだね、いろんな人がね、はい、当初。はい、
というわけで次節はですね、2020年11月14日土曜日、13時から、ソユースタジアムにおいて FC 岐阜対ブラグリッツ秋田の試合となっております。はい、これを聞いて勝っとけばよかったってちょっと思ってます。いや本当に秋田は強いよ。前回負けてますし、だ今回こそ勝とうっていうのもありますけど、はい、現実を見て本当に今回勝たないと、やばい本当にな。いや、ここはね、やっぱ強敵だけども、ここを勝ったらマジ勢い乗るから。これ勝ったら勢い乗る。うん、それこそ全部連勝回も乗る可能性あるから、うんうん、もう絶対勝ちましょう勝ちましょう、はい、というわけで、以上、FC岐阜勝手に応援チャンネルでした。どうもありがとうございました。した。